久保さん、岡本太郎さんにしましょうか。人は誤解を恐れる。だが、本当に生きようとするものは当然誤解される <laughs>。これ深いですね。当然誤解されるっていうね。本当に生きようとしたものは誤解されるっていう。これはあれじゃないですかね。うーん。誤解されるっていう,う言葉とはちょっと違いますけど、例えばその、 あのネットビジネスやろうとしたら誤解というかやめとけよみたいな怪しいのやめとけよみたいな大丈夫もうお前みたいなちょっと洗脳されてんじゃないのみたいな怪しいんじゃないのそれみたいな <laughs> 誤解というかなんすかねなんかそんな感じですよねでも自分はやりたいですよね自分は会社勤めでそのなんだ毎日その労働するのは嫌なんですよ本当は自由に行きたいんですよ 本当はなんんかもっと給料欲しいんですよだけどじゃあその手段を取ろうとすると周りから怪しいんじゃないのみたいなね言われるっていう, <laughs> うこれでも岡本さんうまいねこれ人は誤解を恐れるだから本当に誤ようとするものは当然誤解されるっていうのはねこれめちゃくちゃうまいですねやっぱすげえな岡本さんうんいってらっしゃい